ラテンジャズはラテンリズムで演奏するジャズのことである。一般的な4ビートジャズの3連スイングするリズムではなく、あくまでも8部音符や16部音符を中心としたスクエアなビートで演奏する。強力なシンコペーションと複合リズムで展開されるのが特徴である。楽器編成も一般のジャズとは異なり、コンガやボンゴ、ティンバレスなどのラテンパーカッションが入る場合が多い。 講義の上では、主に中米の音楽を中心に発展したアフロキューバンジャズとブラジルの音楽を中心に発展したブラジリアンジャズに分けられる。競技ではアフロキューバン系のものを指すことが多い。アフロキューバンジャズはキューバを中心に発展した中米のリズムを基調とし、1940年代から1950年代頃のよりキューバ色の強いジャズという意味合いがある。 ルンバ、ソン、マンボ、サルサ、メレンゲ、カリプソ、チャチャチャ、ボレロの要素を含むものを指す。ニューヨークに渡ってきたキューバからの移民は、西アフリカなどのリズムが体に染みついており、彼らを通じて、アフロキューバンと呼ばれるラテン音楽のジャンルが形成されるに至った。このアフロキューバン音楽から、後にマンボ、ルンバ、チャチャチャ、サルサ等が派生し、またお互いに影響し合って発展していった。 1941年にキューバ人でコンガ奏者のマチートがマンボのバンドを始めたとき、ギリの兄弟であり、ビバップのトランペット奏者で編曲家のマリオバウサがマンボをジャズに取り入れた。これがアフロキューバンジャズの始まりとされる。ビバップ奏者でトランペッターのディジーガレスピーもラテン音楽に着目し、コンガ奏者の茶のポソを迎え、ラテンジャズを発展させた。この中で、 マンテカ、ティンティンデオが誕生した。ブラジル音楽が直接の源流にあたり、音楽の形態が変わってくるため、キューバ系とは分けて見られることが多い。ブラジリアンリズムのサンバ、ボサノバの要素を含んでいる。またボサノバはサンバよりも、ブラジルの裕福な階級が成立させたジャンルである。サンバとボサは密接な関わり合いを持っている。1962年に、 アメリカのジャズサックス奏者スタン・ゲッツがジョアン・ジルベルトと共演したボサジャズアルバムゲッツ・ジルベルトがアメリカで大ヒットした。特にこの中でジョアンの当時の妻アストラット・ジルベルトが英語詩で歌ったイッパネマの娘は大きな売り上げを記録しアメリカの一部の音楽ファンにボサノバを浸透させた。 このアルバムに参加していたピアニストのアントニオ・カルロス・ジョビンもジャズのクリード・テイラーをプロデューサーに迎えウェーブ等のアルバムを残した。ただ彼らの音楽はボサジャズであってラテンジャズの主流とは言えない。アメリカのジャズの分野ではグルーブ感のあふれるハンク・モブレーのリカード・ボサノバが知られている。サンバ、ボサノバなどのブラジリアン・リズムを取り入れたミュージシャンの代表格としては セルジオ・メンデスブラジル66が挙げられる。彼らのヒット曲、マシュケナダは、ボサノバではなく、ボサロックであったが、世界のいくつかの国でヒットを記録した。ありがとうございます。